んだか今日はいいことがたくさんあって。そうなんです。それでいつも困ってしまうんですが、今日はいつもと違うみたいで。はい。こうして主様に声をかけてもらえたので、また一ついいことが増えました。確かにそうですね。では今のはなしということで。え？確かにそうかもしれませんね。では主様とこうしてお話できたのはいいことです。ですが、こんなにいいことばかりだと、とても悪いことが起こるのではないかと不安に。はい、私が今まで暮らしてきた中では間違いないと言い切れます。自分でどうしようもできないので、主様にご迷惑をかけてしまうことも多いですよね。主様、主様、はい、何でしょうか。明日の開店準備の、はい、はい、すみません、主様、私、急いでお風呂に行かないと。違うんです、掃除した後、蛇口の締まりが緩かったみたいで。まさか私のせいでこんな、こうしていられません。行ってまいります。主様が遅くなると聞いて、私実は準備をしていたんです。秘密です。茶房の方へどうぞ。さすがに分かってしまいますよね。どうぞお座りになってください。準備したとお伝えしましたよ。すべて主様のためにお作りしたものです。少し多いかもしれませんけど、よかったら全部食べてくれると嬉しいです。いえ、私は自分のしたいことをしただけですから。はい、あ、でも美味しくなかったらちゃんと言ってくださいね。主様、ありがとうございます。こんなにもいいことだらけで、私お粗末様でした。本当に全部食べてもらえるなんてとても嬉しいです。少し涙が。いいえ、手料理を披露する機会もそうないですから、主様が食べる姿を見れただけで幸せなんですよ。主様が私を幸せにしてくれるような言葉ばかりをくれるんです。そうかもしれませんね。あ、そういえば、あ、いえ、違うんです。ちょっと待っていてくれますか。お待たせしました。食後の
デザートです。はい、これは角切りした寒天に黒蜜をかけたものです。洋風というわけにはいきませんでしたけど、さっぱりして美味しいんですよ。時間を過ごさせてもらいましたから、これはその代わりですね。あ、主様、いいことがあって悪いことがあって、またいいことが、やはり悪いことといいことは交互に来るもの。ということは次にまた何か。はい、すみません、主様。主様、少しいいでしょうか。なんだか鳥居をくぐるのも久しぶりです。しばらく神社には来ていませんでしたから。その、はい、巫女をしていたことがあるんです。私にはあまり似合わないかもしれないですけど。褒められているようで全然褒められていないような気がします。美人、そんなおだてても何も出ませんよ。いえ、嬉しいです。神様のお力ですかね。早速いいことありました。一回りしてしまいましたね。なんだか時間が経つのがとても早かったです。やっぱり神様のお力かもしれません。元巫女の私を憐れんで。主様、神社でそんなことを言っては罰が当たります。確かにそうですね。って、そうじゃありません。こんな話をしていたらいつ悪いことが起きるか。それは神様が不思議な力で悪いことが起きないようにしてくれていると。主様が神様に失礼なことを言うからです。よくよく思い出せば、巫女だった頃はここまで吉凶もひどくはなかったような。やっぱり信じていなかったんじゃないですか。主様ひどいです。確かめる？どうやってですか？あれ、
は少し苦手で。さすがにそこまでは。でも近いです。良くないことが書かれているのが怖くて、それが実際に起こってしまうんです。するときは気をつけますね。これで主様も信じてくれましたか？不吉なことを言わないでください。
私は悩みではないのですが、いえ、わかりました。主様にはお話ししますね。ご存知の通り、私に悪いことが起こった後はいいことが起こることが多いんです。だからあらかじめ悪いことが起こればと。はい、誰かと会う前に悪いことを起こしてみたんです。でもそうしないと主様や他の方に迷惑が。ごめんなさい主様、私はただ…主様…主様…主様は私に甘すぎませんか？ありがとうございます、主様。素敵な言葉をいただいてしまいました。あとは染料があれば。主様でしたか。急に声をかけられたので驚きました。確かに主様の前で縫い物をするのは初めてでしたね。たまに小さな巾着とかを作るんです。こんな感じで。いえ、そんな大したものではないですから。それにまだ完成していないんです。ああ、いえ、今回は取りに行こうと思っていて。近場ではないんですけど、いい色を出せる実があるとお客様に伺ったので。主様もご存知だと思います。桑の実ですよ。この辺りという話を伺ったんですが。せっかく一緒に来ていただいたのに。ですが、ただでさえ日頃からお疲れなのに、こんな…主様、あれ、何か変な音…地響き？違う…これは…そこから離れてください。崩れます。主様、主様。はい、私は…主様、大丈夫ですか？よかった。主様の身に何かあったらと思うと。いえ、主様をお守りするのが私の使命ですから。無事で本当によかったです。大切な主様のためですから。それにきっと私のせいです。あのおみくじ思い出しませんか？はい、そうです。探し物は危機の後にある。分かっていたのに
主様を危険にさらしてしまいました。目的？あれは桑の木。あんなに鮮やかな色の実をつけて。私の運命は普通とは少しだけ変わっている。いいことがあれば悪いことがあり、悪いことがあればいいことがあり、どちらに偏ることもない凸凹の運勢を持つのが私だった。己の運勢で誰かに迷惑をかけてしまう。そう考えて私は誰かを助けられるようになろうとした。でもそれはなかなかうまくいかなくて、結局迷惑をかけてばかり。変わりたいと思っていた。いつかこんな自分が変われる日が来ると思っていた。でもあなたはそのままの私でいいと、この運命を一緒に背負いたいと言ってくれて、単純な私は変わらなくていいのかもと、そんな風に思い始めている。ようこそ主様。忙しい中ありがとうございます。やっぱり分かってしまいますよね。でも主様には一番に見せたくて。はい、ぜひ手に取って見てください。今までで一番うまくできたと思います。こんなに綺麗に仕上がったのは初めて。それなんですけど、その巾着、主様に差し上げます。最初から自分のものだとは一言も言ってませんよ。それは最初から主様に差し上げるために作りました。常に主様のおそばでお守りすることはできません。でもそれがあればおそばにいられるような気がして、気持ちがくじけそうになった時、私は主様の顔を一番に思い出すんです。この巾着は私の名前と同じ鮮やかな桑の実の色だから、主様もこれを見た時に私の顔を思い出してほしいと、そう思って。これはその私のわがままです。それでも受け取ってもらえますか。条件ですか。いただいていいんですか。
主様。私、喜びが溢れてどうにかなってしまいそうです。私も同感です。ずっとおそばに置いてくだされば、そのうち幸運だけ運ぶかもしれませんよ。はい、その日が来るまで私を離さないでくださいね。